島津家久の生涯。島津家久は戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将で、島津氏の家臣でした。彼は島津隆久の四男で、母親は本田丹波の守親康の娘です。家久は若い頃から祖父である島津忠義から軍法戦術に妙を得たりと高く評価されていました。永禄4年1561年の巡り坂の合戦では、わずか15歳ながら敵将の工藤沖上を討ち取るという大戦果を挙げました。また永禄12年1569年には大口城にこもる菱刈氏及び相良氏からの援兵に対して、家久は巧妙な戦術を用いました。雨の降る中、二打隊を装った300人を率いて大口城の麓の道を通行し、伏兵を潜ませて誘い出されてきた大口城兵を討ち取り、136人の首級を挙げました。彼の活躍は島津氏の大躍進に大きく寄与しました。上洛。天正3年1575年、島津氏の三州平定の神仏の加護を伊勢神宮などに射するために上洛した島津家久。彼はこの上洛の旅の日々の様子を詳細に記録した中書家久交互状況日記に残しています。途中、現在の伊賀市上郷土の和歌山周辺を通り、阿保村で一泊した家久は、4月には連賀市、里村城派の弟子、新善の家に宿泊しました。京都では城派を介して公家衆や堺の商人たちと交流し、大阪本願寺攻めから引き上げてきた17カ国、数万騎にも及ぶ織田信長の大軍勢を見物しました。信長は馬上で居眠りしていたというエピソードもあります。5月には明智光秀の案内により近江の国坂本城を見学し、籠城への備えの万全さに感銘を受けた家久。その後、大和の国多聞山城も訪れ、楊貴妃の間や城からの大和の素晴らしい景観を楽しみました。さらに常磐の山岡景助から山桃を勧められ、酒を振る舞われたことも記録されています。この道中で様々な城を見物し、須坊三尾岳城や摂津池田城についての評価も記されているのです。沖田縄手の戦い、耳川の戦い後、豊後の国の大友氏が力を失い、肥前の国の龍造寺高信が勢力を拡大しました。このことで九州地方の支配権をめぐる争いは、島津氏と龍造寺氏の間で激化しました。筑後や肥後では龍造寺軍が島津軍を圧倒することが多かったものの、肥前西部では有馬晴信が龍造寺氏から離反し、島津氏に支援を求めるなど、島津氏にとって有利な動きもありました。天正12年1584年3月、島津軍は家久を総大将に迎え、肥前有馬氏の救援として龍造寺軍との戦いに臨みました。島津軍と有馬晴信の軍は合わせても5000から8000人でしたが、龍造寺軍は1万8000から6万人という大軍でした。しかし家久は狭く湿った地帯である沖田縄手に龍造寺軍を誘い込み、島津軍の得意とする釣りの伏せの戦術を駆使して弓や鉄砲を効果的に使用し、龍造寺軍を混乱に陥れました。この戦いで龍造寺高信を含む一門重臣たちを討ち取る大勝利を収めたのです。沖田縄手の戦い。沖田縄手の戦いでの勝利は、島津氏が九州で圧倒的な力を持つようになったことを意味しました。この時家久は初めて知行地四千石を授かり、部屋積みから脱して佐渡原城代となり、日向の国方面の管理を任されました。その後、戦いの舞台は筑後の国に戻り、肥後の国にいた島津軍は北上を目指しましたが、龍造寺高信の義弟である鍋島直重が交戦を決意し、島津氏が送った高信の首を拒絶したため、島津軍は一時撤退しました。しかし島津氏の勢力はさらに強まり、龍造寺氏は自らの領土を守るため島津氏と和議を結びました。一方、鍋島直重は豊臣秀吉と密接に連絡を取り、天正15年1587年には龍造寺鍋島軍が島津征伐軍の先鋒となりました。豊臣との戦い。九州を制覇しようとする島津氏は、豊後の国の大友氏を攻める計画を立てていました。しかし天正14年1586年に大友氏は上洛して豊臣秀吉に謁見しており、
その援軍として戦国秀久を大将に長宗我部元親や信親父子、祖豪長安など総勢6000余りの豊臣連合軍の先発隊が九州平定のために上陸しました。島津家久はこれに立ち向かい、敵味方合わせて4000余りが討ち死にする激しい戦闘となりましたが、長宗我部信親や祖豪長安らは討ち死にし、豊臣連合軍は総崩れとなり、島津軍が勝利を収めました。決議川の戦い、島津家久の急死、その後上方での報道を条件に島津義久と義弘は豊臣秀長軍と単独で講和しました。しかし天正15年1587年6月5日佐土原城で急死します。家久の死因については諸説あり、病死説や豊臣氏、大友氏、伊藤氏残党、あるいは島津本家による毒殺、戸ヶ群城攻略中に負った傷が悪化したなどが挙げられています。しかし秀長の側近である福知長通りが義弘に宛てた書状、同年5月13日付には家久が病気であることが記されており、一般的には病死したとされています。享年41歳でした。島津家久の逸話、ルイス・フロイスは島津家久を非常に優れた指揮官カピタンであり、勇敢な兵士であり、経験豊かな首相と評しています。彼は一貫して家久を中塚さと記録しているようです。文化的な教養にはあまり精通していなかったようで、上洛した際に明智光秀から茶を勧められた時には茶の湯のこと不安ないと述べて茶湯を求めたとされています。またその時に開かれた連歌会への参加も辞退しています。家久君上京日記より、沖田縄手の戦いのちに佐渡原領3万石を与えられたという誤解がありますが、これは間違いです。この誤解は豊臣秀吉による国部朱印状に基づく国割や、後に設立された佐渡原藩島津持久が3万石であったことに由来すると考えられます。当時の島津家の席次は義久、義弘、薩州家の義虎、利久の順であり、家久の地位はそれほど高くはありませんでした。家久系の唯一の直系子孫である次男の忠直の子孫は島津世王を名乗ることを避けていたようです。決議川の戦いの後、干潮で出船できなかった長宗我部元親の陣営に川上久友を派遣し、左京の助殿信親を討ち取ったことを弓矢の戦いにおいては避けられないことであったと伝え、満潮まで陣をゆっくりと解くよう促しました。これは戦場の慣習に従ったもので、敵将である信親を討つことはやむを得ない行為であったという意味合いが込められています。家久は彼の3人の兄とは異なり側室の子として生まれ、その母親も高い身分ではありませんでした。ある日兄弟4人は鹿児島吉野で馬追いを楽しんでいました。馬追いが終わった後、利久は義久と義弘に向かって、馬は大抵母馬に似ていますが人間もそうだと思いますかと問いかけました。義久は利久の言葉の意図を理解し、母親に似ることもあれば父親に似ることもある、しかし人間は動物とは違い心の徳が重要だ、学問と修行を積めば卑しい出自を超えることができるし、それを怠れば優れた父母を持つ者よりも劣るだろうと答えました。この出来事以降、家久は学問と武芸に専念し、日々を無駄にすることなく、やがて文武両道で兄弟の中でも際立つ存在となりました。家久の妻の兄蒲山忠助は自身の記録蒲山忠助時期において、義弘が家久の軍功を妬んでいたことを示唆しています。これは家久が母親が異なりながらも顕著な軍功を挙げていたため、兄弟の中で微妙な立場にあったことを物語っています。